はい、こんばんは、トルーパーズの山中です。最近ようやく入荷しました、サンプル程度でしたが、ガーバーの新製品の資料が完成しましたので、完成しました。そして本発注の商品が届くのは、まあ、約1ヶ月ぐらいかかるんじゃないかと、3、4週間。はい、それいうわけで、明日ですね、とは言ってもサンプル程度はちょっと1、2個ずつはちょっと残ってたりするので、明後日、この赤羽という町ではこのように第64回バカ祭りっていうのが行われます。はい、そこでと言っては何なんですが、じゃじゃんとこのようなものを店前に用意いたします。じゃじゃんと、はい、勉強机です。はい、5階で動画を撮っています。見たい方はスタッフまでと、もっと寄りなさいと。はい、まあ、こんなんでガーバーの新製品のそれぞれの動画をちょっと撮らないといけないので、明日ちょっとこちら5階のこのスタジオで撮りたいなと思うんです。で、まあ見たい方はよかったらどうぞと。で、同時にですね、テーブルの上にサンプル一つずつ置いときますので、よかったらまあ手に取って見ていただくのも結構ですし、また私が喋っている動画を椅子に座って見る、ゴザっぽいマットに座って見るなどして楽しんでいただいて結構でございます。ということで、ただ、開始を明日、明後日それぞれ12時で撮影開始し始めて、それで疲れるまたは一段落ついたとなったら、私勝手に赤羽小学校やら赤羽公園または赤羽駅前にちょっと買い食いしに出ていくので、そしたら一緒に出て行ってくださいというわがままなただの公開撮影でございます。そんな、まあ、そんなんで、まあ、赤羽に来てお祭り楽しんでいただくのも結構ですし、新製品ちょっと手に取って見てみたいなっていう、まあ、結構釣り関連のアイテムなんですけどね、うん、まあ、フィレナイフとかも長さもあったりするので、まあまあまあ、よかったら見に来て手に取って見ていただいても結構ですよという感じなのですよ。はい、まあ、そんなんで、12時からまず最初の撮影始めて、その後1時になるか2時になるか分かりませんが、店前のこちら勉強机にちょっと赤羽小学校行ってきますとか、次の撮影は何時からですとか、その辺ちょっと店前の勉強机に表示しておきますので、山中を探せみたいな感じでまあそんなんで楽しんでいただいて、トルーパーズの買い物も一緒にたしなむ程度で結構ですので、やっていただけたら最高かなと思っておるわけですよ。はい、ということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。ほら、こんな感じのやつもちょっとどうやって、まあ、とりあえず初回のね、最初の簡単な、うん、レビュー動画を、まあ、レビューっつっても使ってないんだけどさ、うん、最初にちょっと商品紹介の動画をちょっと全部一通り撮っちゃいたいので、うん、まあ、それをちょっと明日明後日でやろうかなと思ってるわけですよということで、最後まで見ていただいてありがとうございました。おやすみなさいと。